はい、じゃあ次はですね、月見橋を渡って後楽園方面に進みたいと思います。けど、お堀でボードって珍しくないですかね。手漕ぎは800円から。いやでも人多いわ。外国の人も多いし、若者も多いし。こっちの方がいいわ。そこなのよ。はい、ここがね、正門と南門の分かれ道。こっち正門、こっち南門。南門の方に行ってみます。あら、このお店さっき入ったのに閉まってる。で、そこに白身茶屋っていうね、お茶屋さんがあって、この前ずらっとね、団体が並ぶと怒られるみたいなので注意です。あ、もう閉まってるし。で、この左側がチケットね、買うところですね。券売所です。まあ団体の場合はね、このここにずらっとちょっと並んで待ってもらうのがいいと思います。一般の方がね、混ざらないように注意です。はい、南門からね入ってきました。園内は、南門と臨時の東門、そして正門があるということですね。あ、桜が綺麗。めちゃくちゃ広い。